和歌山城大手門、福古中学校付近和歌山県道17号、和歌山停車場線は、和歌山県和歌山市の和歌山停車場から、西見和町に至る、主要地方道に指定された県道である。JR、和歌山電鉄和歌山駅から、和歌山市役所や和歌山城方面へ向かい、国道と連絡する和歌山市のメインストリートで、欅ヤ大通りの愛称が与えられている。 車道には中央分離帯と速道との分離帯が設けられ、速道はバス優先車線となっている。現行の道路法に基づく主要地報道として全国で初めて指定された路線のうちの一つである。1994年に読売新聞社選定の新日本街路樹100系の一つに選定されている。本路線は旧道路法によって指定されていた県道和歌山東。 和歌山停車場線の一部を継承したものである。1930年当時の道路福音は22メートルだったが、戦後復興事業で福音50メートルにまで拡幅され昭和40年代に工事が終了した。道路法第56条の規定に基づき、主要な都道府県道として1954年に東和歌山停車場線として指定され、道法第7条の規定に基づいて、 同年に和歌山県が認定した。その後の1968年に現在の際和駅が和歌山駅から現在の和歌山駅が東和歌山駅からそれぞれ解消されたのに伴い和歌山停車場線に解消された。1971年までは路面電車である南海和歌山軌道線の軌道が付設されていた。ありがとうございます。